夢きのこ、きのこ美の世界にようこそ。今日は夢きのこが皆様をもみほなら、くぬぎの金剛輪のコウタケ狩りを紹介します。コウタケは東北ではマイタケと並んで非常に人気のある天然キノコです。たまには道の駅などで高価な値段で販売されています。今ネットで紹介されているコウタケのビデオはお世辞にも綺麗とは言えません。こんなもんなら買って食べるまでもないなと思っている方もたくさんいることと思います。今日このビデオをご覧になり、コウタケの本当の美しさを理解していただけたら幸いです。6株ほど発生していましたが、はじめに最も大きかった1株目と隣の2株目を紹介します。1株目を谷川より峰川に見上げています。キノコ狩り好きにはたまらない映像だと思います。綺麗でしょう。私が今まで採取できたコウタケでも最上級のものです。今度は一株目を正面から見てみましょう。さらに一株目をほぼ真上から見てみましょう。鋭い傘の突起がとても魅力的です。たまらないキノコのある風景です。では今度は他の株を見てみましょう。3株目。4株目。5株目。そして1株目の上の方にあった6株目です。写真やビデオの撮影も済み、そして目の保養も十分にしました。さあ次はキノコの採取です。丁寧に採取していますので、ビデオは時間を短縮して紹介します。2株目は
4個です。1株目は何個でしょう。数えてみましょう。1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個と8個。9個、10個、11個、12個でした。森林の中はとても暗く、ビデオ撮影の腕が不十分なので、忠実な色再現を写真の画像にて紹介します。最後に、コウタケと間違いやすいケロウジの写真を紹介しておきます。実は最後の写真はケロウジではなくコウタケです。肉眼だけでは判別不能なものもあります。かじってみて苦いのがケロウジです。コウタケ狩りの映像は満足しましたか？宮城の貴重な環境を大切にしていきたいと思います。またお会いしましょう。